ちょっとね、最後は弾き語りの曲をね、お送りしようと思います。最後はですね、今日もね、平日の中本当お忙しい中たくさん集まってくれて本当にありがとうございます。本当せかせかした毎日の中でね、自分を見失いそうになることもたくさんあると思います。傷つくこともあると思うしね、楽しいことももちろんあると思います。その中でもね、自分らしさってものをしっかりと持って、前へ進んでいこうというね、アイデンティティという曲を最後にお送りしようと思います。寂しさで肩震えてる、うつむいてる君の姿、何もできない僕だけど、今日はそばにいるから。いつから好きっていう言葉、素直に言えなくなったのかな。忘れかけてる愛探して悩んでいたんだね。幸せって何かってよく話したね。熱く語って楽しげな君のアイデンティティ、思い出してみればここから頑張れるはずさ。くじけそうな時でも夢諦めないで、いつの日か、いつの日にか叶えられると信じて、間違いだらけの世の中で、みんなイライラしながらもがいてる。見つけられない夢探して毎日生きている。何になりたいかってよく話したね。みんなで語った楽しい僕らのアイデンティティ、思い出してみればここから歩き出せるはずさ。がむしゃらに生きてたあの頃の思い出、いつまでもいつまでも輝いて空見上げ
をそのままで、そのままで輝いてるはずさ。今日本当に平日忙しい中集まってくれてありがとうございました。水戸勝之でした。ありがとうございます。